試合。俺とやろうか。ちょっとリーグ表を持ってくるんで、レッティそのまま。了解しました。じゃあ大曽根さん、ごめん、もうそれ放置でいいや。大曽根さん、試合なんでそれもう捨てちゃってください。うん。すいません、ちょっともうそれ試合なんで放置でお願いします。で、それとあと、もへいさん平和的解決。さて、知恵花村2回目ですね。知恵ガンフリー、花村側は花村ガンフリーっつうか、まあ一緒やね。まあマジレスゴーブですね。マジレスゴーブだね。立ち回り的にはまあ全然花村ガン、まあガンとまでは言わないですけど有利なんですけど、まあゴビアテラ死ぬのと他に対するなんかリバサーとかに対する対抗戦、こいつはマジゼロだよね。じゃあまあ立ち回りどうやって知恵が荒らしていくか。さあこの下から疲れる展開になると花村側はかなり対して知恵側は一回何か差し込むだけでいい。こういう意味じゃゴールなのか。さあ貪欲 2D か。当然のように逆で反対側逃げる。少ないで立ち回りだけなら全然有利。さあ前線しっかり見てからエレンで狩る。ゴビ見てる。見てから押したのか連打してるのか怪しいが、まあそういう時もある。連打に決まってる。見てから出せるわけねえだろうと思うて。さあメテオガルダイン分のゲージがないんで大正解ですね。がしっかり着地立ち、花村が一本取っていく。いや俺は最強キャラだと信じとるよ、うん、もう少し詰めていけば絶対あのここのキャラクターそろそろみんなヤバいって気づいてくると思う。そうこのキャラなんでランクスレでこんな評価が低いのか俺にはさっぱりでござるって。愛知県はね結構花村に今恵まれてるんで。そうですね。逆にその場合番長とかが少なめになったり、まあ番長ってご考えやってるから。これはこれ区内当たんないんです。学生時代そうちゃんと体力調整していく、ね、さあメテオゲーム始まった。メテオさあボコスか。もう一回メテオ分のゲージがあるけどガルダイン分があるんで正直打てない。さあ知恵全体の逆切れのね全体フレームが少ないので、ね、やばい。自分から学生したい時はまず最強です。さあボコス確認ミスる。 2D 重ねてちょっと嫌な当たり方。もう一回 2D か。あれなんか受け身取った後リマサが出せない気しかしないんですけど。出せる。おいそう逆切れ起こすって出ないで食らうっていうね。ちゃんとこのゲーム連打じゃなくてメモしないといけない場面。メモしないと。さあ素晴らしい置き。まあああいう風に端っこで寝ちゃうとどうしてもこっちきついので。さあ立ち回りだけで完封したい花村と。ワンチャン差し込みたい。ハイパーカウンター一発からでもね結構ひっくり返るんでね。どうしてもさあよくある話。これが知恵だが2ビルスだ。2ビルスだゆえにダメージは休め。さあ分かんないからとりあえずなんとかしたいんだが、さあ影響力もいいとこだが当てみよう。しっかり取っていく。だがちょっとコンボミス。しゃがみくらいに対してそのコンボミスがまずい。さあこれクラウド死ぬのでさすがにバスト。からこれはさあ小ジャンプ。小ジャンプ。さあテンタラフ前転化けらしい。まあ前転ゴビーってやろうとするとね小ジャンジャンビーが出ます。まあ勝ったのはもうへーまあ、あ本人の名誉のためにちょっとこれ肉まさんなんです。すごい試合でした。もへーさんは今、ブルレボのために必死にブレイブルやってると思います。100万円だからね。はい、じゃあリーグ出ました。デティ・マサオ・モヘ、はい、身内戦。マサオ先生、まあ、まあ、真ん中にいるのは俺だけなんだけどね。ってことで、まあ、じゃあマサオ君と俺から行こうか。はい、じゃんけん、最初はグー、じゃんけん、ぽい。どっちでもええわ。あ、デティさん、100円入れてもいいですよね。さあでは決勝リーグ総当たり戦、デティ・ハラムラ VS マサオ・ユキコ VS モヘイ・チエ。あなたのお姿とその分析、まあなんか打倒っちゃ打倒な、残った人的にはねまあ残るだろうなという感じの人が残った感じ。さあ 1P 側がデティ、原村、津美川がマサオさんの
ユキコだが、まあユキコは多分花村は相当めんどくさい。これはまずリードを取っていって、さあうまく位置を入れ替えてユキコを得意出し持っていったらジャンプで抜けられる。まあそしてさあ逆ギレ打って覚醒したが、ボコスターはガードされて核破にあれ、おっとちゃんと振り向いていた。さあこっから始まるユキコのターン、これがガルダ一発はガードしているが、ワンモアでノーリスク、すげえあの技。ギアで返して、センスセンス、うんげなんだ、サルが死んでいない、ミネッチして、おお、なんであれ飛べないのって感じですよ、あの片目ずるい。さあ2ラウンド目、さあ結構ですね、こうなってしまうとユキコは本当強いが、やっぱり原村のジャンプが高すぎるのと速すぎるので端から簡単に逃げられてしまうが、しっかりジャンプの着地に攻撃を刺していく正尾ユキコ。さあこれでマウスオユキコはリードしているのであんまり焦らずに動いている。クックスケープは避けて当てみ、うーん、ダチ A から A 連コンボ、 A 連コンボが多分分からんけど、はい、ボコスカージャンプで避けていた、大きい攻め、中段下段はガードしている、めくりあのユキコの空中ダッシュ意外と速いという、速いですね、あの振り向きバックダッシュ。さあこれで覚醒して、ガーフから一本取るのマサオユキコ、さあ最終ラウンド、走り込んでいって立ち A から受け身狩り、じゃあ一発、いや使ってしまう、カウンターバーストして、さあジャンコイクから内行って置き攻め、当て身で取ってティアで返して、さあ若干的に花村がリード、しっかり画面を見ている、センサー割ってブータイクからアギー、ボコスカ当たっている、さあギャンガルライン痛い、これはだいぶ減って、さあバースト、あージライアが強かった、勝ったのはデーティー花村。さあマスターさん申し訳ないですけど連戦でお願いします。あー気分ええわ、あー気分ええわ、最強やあのキャラクター